開く冷たい空気、体凍える震える心、思わず震わせ、体感は寒くても心は強く持つ。何もないところから始まり、また一から何かを想像、日々積み重ねる動きそのものが今を生きる力に変わる。それも本能的に動く、その一歩が明日につながる大きな一歩だ。日は昇り日々繰り返し動く、鼓動も高鳴り大地も照らす。暗闇の中迷う迷いを抜け、記憶をたどる歩く暗がりを刻む時と同じ空間に、日々変化する中の B ラッシュを、筆にかける生き様、降りてくることの葉、何事も一から、生きてる間に筆にかける生き様、降りてくることの葉。はい、ということで今日は猫の目をですね描いてみました。まあ簡単な感じで書きましたけども、いつの間にかいい時間経ってましたね。簡単に書いたつもりだったんですけどね、30分ぐらいかかってるな。ということで猫の目をですね書いてみました。さあ、ということで、まあ今日はですね、一応ブラッシュの日2日目ということで、毎月ある、イベントでございまして、今日の12時までかな、まあ、ブラッシュの日ということでイベント商品を考えたりしておりますので、もしね何か、お時間がある方、見に来れる方は遊びにいらしてみてくださいませ。という感じで、まだね書いてますけど、一応ね簡単な感じで猫の目を表現してみました。まあ珍しい感じでいいんじゃないかなと思いますね。今日はこんな感じですけれども、またですね、明日もよろしくお願いいたします。なかなか動かない自分を自分で動かすこと、ブラッシュでございました。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございます。それでは失礼いたします。